なんか当たりますよね、たまにね。いや、わからない。当たるけど、あー来た、おー、おー来た。こっち降りてきたらどうですか。いや、とりあえず水面に出るまではこっちでやります。ですよね。おお、ほほほほ。だいぶ近づいてきた。そうですね、もう10切ってますね。なんやろ、マグロっぽい。マグロはよく走るな。マグロだ、キハダマグロだ。ありがとうございます。すいません。よし、よっしゃ。ありがとう。お、すごい、まるまる太ってる。おお、ありがとうございました。すいません、キハダでした。カツオが我々釣れないですね、なんかね。やっぱ電動の力に電動敗北してますね。やっぱ電動の中ですかね。釣れない。来たけど、ちっちゃい、ちっちゃい。なんだこれは。お、カンパチじゃないかこれは。よっしゃ、カンパチ。カンパチ、やった。カツオ、わ、でかでか、3キロぐらいありそう。すげえ。なんだこれ、霞味だ。いや、霞味ですね。また霞味だ。いや、霞味です。 GT じゃないです。いやー、ここいろいろ釣れて面白いな。おう、釣れた、危ね。
カツオか。いや、おお、動画で撮っちゃって撮ってくるよ。サワがすごい。おお、サメじゃないです。やったー。ありがとうございます。おお、でかっ。オキザワラや、うわ、シイラもでかいのがついてる。うわ、初めて釣った。ありがとうございます。おっしゃ、ありがとう。おお、でかっ。おっしゃ、やった。ちょっと待ってくださいね。おっしゃ、ありがとうございます。やった、よいしょ。ふぅ、90、91か、92か、92。マグロがかかっちゅうやったら落とされる。よいしょ。まずはこのでっかいキハダをさばいていきます。
早速いただきます。多すぎたかと思ったけどちょうどいいや。
沖縄の胃袋の中にいた寄生虫ですね。気持ち悪っ。なんだこいつ。うおー気持ち悪っ。すごっ。これくっついてるの、この口で引っ張っても取れない。あ、取れた。うわー気持ち悪っ。うわ見てこれ、ここの、これでくっついてんだ。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。そういえばこれ食べてる人いたな。骨が切りやすいわ。え、骨がない。マジかよ。さばきやすい魚なんだ。まず1品目はこちら、お刺身と炙りです。2品目が沖沢浦のカルパッチョです。3品目が沖沢らのフライです。最近フライに凝ってるんですよね。自分でとんかつとか作るのに最近ハマってます。してはいただきます。まずはお刺身からいこうか。
アジとかサバとかあの糸引きアジとかそういった青魚系の味をギュッと濃縮したような味ですね。じゃ次はこの炙りいってみようか。薄い魚なので炙ることによってこの皮の食感硬さとも全然気にならなくなりますね。うん、基本炙りにしても刺身にしても美味しいです。やっぱ白身の魚カルパッチョ合いますね。この白身の魚の味とこのレモンの風味が最高で、全く脂が乗ってない魚なんですけど、やっぱこうやって味付けて食べた方が美味しいと思いますね。うん、じゃあ最後はこのフライを食べてみます。まずはそのまま、全く癖のない美味しい白身ですね。ただ逆に癖がなさすぎて、なんかちょっと味付けした方がいいかもということで、早速このとんかつソースを。とんかつソースの方がうまいですね、つけた方が。ということで今回は沖鰆をたまたま釣ってしまったので、お刺身と炙りとフライとカルパッチョして食べてみました。全く癖のない脂乗ってない白身なんで、こうやってちょっとカルパッチョとかフライにして食べるとより美味しく感じると思います。皆さんももし釣れたら試してみてください。それではどうもご視聴ありがとうございました。